とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントいただきました、ありがとうございます。1回の報酬で、回復のトーテムを取るとめちゃくちゃ楽になりますということですね、ありがとうございます。今まで取ってなかったんですけども、ちょっと取ってみようと思います。まあ、確かに、5回6回だいぶ楽になりそうね。うん、あれがあると回復ができて、あの5回6回ヒカメが特に多い場所は良さそうだな。 OK、 よっしゃ。あ、危ない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 、思い切りだった。でもね、今回1回が一番難しいよね。1回が間違いなく難しい。まあ、この他にも難しいとこあるんだけども、まあ、5回6回なんてそうだよね、結構難しい方だと思います。よし、もうジオマンさんいない、いたあといたいた、いや、まだいるんかい。どこ、あー、こっち側違う。結構ね、隠れててわかんないんだよな。こっちだな、おそらく。いたいた、全然わかんないわ。はい、では、1回報酬で回復のトーテム取ってみましょう。あ、1100回復するのか。もう初期防具の HP が1191なんで、マックスなるじゃないですか。でここでも結構強いやつが出てくるんで、なるほど、回復のトーテムを使いながら攻撃をすると、もうほぼ無傷で通れるので、あ、いいね。いや、別に取るアイテムも1回はなかったんで、回復のトーテムは、あ、これは、うん、ぜひ取ったらいいね。エンチャントポイントがちょっともったいないかなと思って取らなかったんですけども、いや、これは取った方が安定するわ。うん、やっぱ若干ピンチになることもあったんで。はいはいはい、これはいいかもしれない。うん、まあ、5回6回か、その辺をちょっと試してみましょう。そこら辺が一番難しいからね、一番じゃないけど難しいところなんで、あそこがどれぐらい楽になるかちょっと試してみよう。5回来ました。ここ敵多くてね、結構難しいんだけども、どうでしょうか。いやいやいや、それはもちろん楽にはなるよね。 OK、 危ねえ、思いっきり使ってる。あ、ちょっと待って癖でポーション使っちゃった。ポーションじゃなくって、あっちの方ね、回復のトーテムを、まあ、この辺ちょっと耐えとこうか。はい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 。おう。もう全然減らずに、いけてる。ちょっとさ、最初、ポーション使ったのは良くなかったな。でも、ポーションじゃなくって、トーテム使っても、いや、全然、余裕だったはず。まあ、こっちもね、難しい、6回も。ここもね、風使いがめんどくせえのよ。で、こういうね、ちょっと強いやつも、結構出てくるんで、嫌な場所だったんだよな。ちょっと、OK。おーい。まあ、相変わらず嫌な場所ではあるけどね、でも、もう回復でできて安定はするかも。うん、まだポーション使ってないからね。 OK で、リレータイムもそこまで長いやつじゃないので、2回目を使えて回復してる。うん、いいね、これはね、いいですね。はい、ということで、
ちょっと完全攻略で、取るっていうふうには言ってなかったんですけども、1回の報酬でこれ回復のトーテムぜひ取ってください。めちゃくちゃいいこれがあると安定感がね増しますね。クリアしやすくなると思いますのでぜひ取ってみてください。コメントありがとうございました。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。